お気に入りをご紹介していこうと思います。今月は少しばかりコスメが多めかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。スタート。まずはどれからいこうかな。この前新作の発表会にご招待いただいて行ってきたんですけど、大好きなじゃん、ジョー・マローンの限定ボトルの新作の香水、ちょっとつけてみますね。あー、いい香り。カーニバルをイメージした香りだそうなんですけど、華やかで明るい気持ちになるような、ちょっとトロピカルなイメージの香りです。ジョー・マローンの香水ってすごく上品でおとなしい香りの方が多いイメージなんですけど、個人的にはなんですけど、あーって今までになく明るいイメージの香りなので、いつもつけてるウッドセージ&シーソルトにこれを重ねて使って楽しんで最近は使っています。そして今つけているチーク、RMKマルチペイントカラーズの06番ワイルドレッド、これ実はすでにメイク動画で使っているんですけど、今の時期になって春夏の明るいお洋服が増えてきたとともに活躍の頻度が一気に増えて、最近気に入ってこれ毎日のようにチークで使ってます。でチークでも使えるしリップでも使えるものなので、ほっぺたにてんてんてんってのせた後に指に残ったのを唇に軽くのせてぼやかぼぼぼぼかしたりとか、なんかカジュアルにメイクするのにすごくぴったりな色だし、買ってよかったなって今毎日思っております。続いてじゃん、これまた私の好きなスキンケアブランドの一つなんですけど、メルビータのオイル、こういう足のマッサージ用のオイルってこうボトルを開けたらそのままドローっと出てくる瓶のタイプが多いと思うんですけど、これ珍しくスプレーでできてるんですよ。足とかにこう手でやっちゃいますけど、シュッてこうピンポイントで保湿したいところにオイルをつけられるのがまずなんかすごく使いやすくて、でこのオイル5000円するんですけど、今だとこのマッサージャーがついてくるので、これをセットで使って最近毎晩マッサージしてます。私あのマッサージは基本的に手でやるのが好きなんですけど、久しぶりにマッサージャー使ってみたら、なんか結構このお肉がギュッて持ってかれる感じが気持ちよくて、なんか老廃物が流れてる感を感じることができるので、あ、やっぱ使ってていいんだなと思ってます。セルライトケアしてくれるオイルなので、あの心なしかやっぱ足がすっきりしてきた気がするし、香りもいいしリピートして使っていきたいなと思うオイルでした。続いて新作のファンデーション、デーデン、ランコムのパンイドルウルトラウェアというファンデーションです。親友が航空会社で働いてるんですけど、仕事すごく忙しいはずなのに、仕事終わりにいつ会ってももうお肌がめちゃくちゃ綺麗で、ファンデーションどこの使ってるのって聞いたら、私ずっとランコムなんだよねって言ってて、崩れないしきちんとカバーしてくれるし、まあもともとその子のお肌もすごく綺麗っていうのもあるんですけど、っていうところからずっと気になっていて、この新作をちょっとお仕事の関係でいただく機会があったので使ってみたんですけど、あーもうとても良かったです。なんか黒柳徹子さんみたいな喋り方になっちゃったんですけど、なんかあのカバー力がまずすごくあって、小鼻周りの毛穴もなんかさようならみたいなもう赤みとか毛穴とかがどっかに行きます、これを使うと。ほんと朝メイクしても夕方まで綺麗にカバーしてくれてました。素肌感も適度にあってよかったです。あえて比べるなら、例えば私高原堂のファンデーションをめちゃくちゃ愛して使ってるんですけど、とにかく透明感と素肌感がめちゃくちゃ強いファンデーションなので、それに比べるとちょっとだけあのお化粧してるなっていうお肌にはなります。あのまあカバー力が高いファンデーションが好きっていう方はもうこれすごくいいんじゃないかなと思いました。そして今回はランコム祭りです。でれーん、今つけているリップ、ですね、ラプソリュラッカー、ラプソリュラッカー515の B ライブリーというカラーのリップです。みずみずしいテクスチャーでしっとりペタペタした状態が続くので、なんか塗ってから結構時間経っててもまだちょっとしっとりしてるので、リップクリームをそんなに必要としないリップという感じですかね。写真に撮ってもありのままのこの色が映るので、なんか写真映えもするリップだなという印象でございます。でこの B ライブリーっていう色はなんかジューシーでヘルシーな印象を加えてくれるようなカラーなので、この先ほど紹介したこの RMK のワイルドレッドとも合うので、この2つを合わせてメイクするのが最近のお気に入りになってます。早くも夏のコスメが出てきている時期なんですけど、もともと大好きなあのリップの限定色、デレン、ディオールアディクトリップマキシマイザーの限定カラー、デレレレー、嬉しすぎて効果音を自分でひたすらに言ってしまうんですけど、本来のリップマキシマイザーは薄い乳白色のピンクっぽいカラーをしてると思うんですけど、今回限定でブルーが発売されました。ほとんど
色はつかないです。ちょっとだけ気持ちいいブルー、うーん、いやでも個人的には全然ほぼ色はつかないので、逆にいろんな口紅の下地にもリップ塗った後に重ねることでツヤを加えることもできるし、最後まで使い切ってなおかつリピートを繰り返すコスメってなかなか少ないんですけど、リップマキシマイザーはやっぱり常に何本使ってもいいなと思えるのでと買っちゃいましたが、これもきっと使い切ってしまうんだろうななんて考えてます。なんかやっぱり色合い的にちょっとあの夏を意識したコスメだったりとか、ボトル的にもなんか見ててハッピーになるような色使いのアイテムたちが気になってるんだなって今回ご紹介してみて思いました。やっぱりね、明るい色を身につけると心から明るくなってくるもんだよねそんなこんなで以上がお気に入りでした。この動画を楽しんでいただいた方は高評価ボタンとぜひチャンネル登録もお願いします。インスタグラム、ツイッター、オフィシャルブログも綴っているので概要欄の下の方の URL から飛んでフォローやチェックをお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井アミでした。